皆さん、こんにちは。海心整骨院、社会院、院長の川端ですえ。今回はですね、鼻詰まりについてちょっとお話をしていきたいと思います。鼻詰まりっていうと、花粉症だったり、風だったり、えー、そういった時に、まあ、鼻が詰まったりとか、鼻水が出たりするんですけども、基本的にこの鼻の奥だったりとかが詰まってしまっているような状態になってしまいます。 そして、えー、鼻の奥にある粘膜、それがあ腫れたりとかすることによって、えー、鼻が詰まったりもするし、あとは鼻の骨ですね。ここにちょっと骨があるんですけども、ここが歪んだりとかすることによっても、鼻が詰まったりもします。で、今回はですね、この鼻詰まりを改善する方法をちょっとご紹介していきたいと思います。基本的に鼻っていうのは呼吸をするときに、えー、役立っている部分なので、えー、呼吸を良くするっていうのも一つポイントになってきます。 で今回ですね、えー、ポイントとしてまず恥骨って言って骨盤のところをちょうどお腹よりも下の部分っていうところを温めるっていうのが一つポイントになりますこの部分を温めることによって、えー、まず鼻の通りっていうのは変わってきますなぜかというとここの鎖骨っていう部分とおその恥骨っていう部分は関係していて、えー、この部分恥骨の部分を温めることによって、えー、鎖骨が動きやすくなります。 そうすると鎖骨が動くことによって首の位置っていうのが変わってくるんですね。変化を起こしてきます。そうすることによって、えー、首が前に出てたのが後ろに引くことによって、引けることによって、えー、鼻の詰まりっていうのも改善したりっていうのもあります。そしてもう一つポイントは鼻の周りっていうのを動かしてあげるっていうのがあります。一番手っ取り早い方法としては鼻の頭、あ先ほど言った鼻の骨の部分っていうのを上に引き上げます。 そうすることによって鼻の奥の穴っててののの奥穴いうがが広がりやすくなるんです。すそうすることで息が吸いやすくなって鼻詰まりっていうのが改善しますそしてもう一つはほっぺのあたりですねここに上額洞っていって鼻水が溜まりやすい場所があるんですけどもこの部分も下に下がりやすくなってきますなので上に上げたりするようにしていくことによって鼻の通りって良くなってきます 大体いい鼻の周りを上にグッと押して2、3秒で放すっていうのを繰り返していってください。で、最後に5秒ぐらいぐーっと上に押し上げて終わりになります。こうやって鼻の周りをマッサージしてあげることによって鼻詰まりっていうのを解消しますし、鼻が詰まってきたなと思ってきた方はぜひこれを試してみてください。